ジャック・フランソワ・デュゴミエは、フランス革命期における軍人、デュゴミエ将軍の名で知られる。本名は、ジャック・フランソワ・コキンユ。デュゴミエは、フランスの植民地、グアドループの生まれであり、1759年、グアドループの対イギリス防衛戦に16歳で、従軍し、以後、7年戦争やアメリカ独立戦争を戦い抜き、叩き上げの軍人として、名を挙げた。 1785年から、デュゴミエの名を用いるようになる。中佐になったところで退役し、マルティニーク島で暮らしていた。情熱的な愛国者だったデュゴミエは、革命の勃発後、議員として国民公会に派遣された。パリでその情熱がマラーに気に入られ、軍隊復帰を進められて、旅団長に任命される。1793年9月には、 ニースとピエモンテからオーストリア軍を追い払った。11月、デュゴミエは国民公会から派遣されたカルトー将軍に代わってトゥーロン奪還の任務に就く。彼はそこで町を奪還するための作戦として部下の少佐の案を採用した。この作戦を進言した砲兵将校こそが後のフランス皇帝ナポレオン・ボナパルトである。作戦は成功し12月18日に トゥーロン奪回に成功した。ナポレオンは、デュゴミエを勇敢かつ強胆で、鋭い戦略眼を持っている。ただし恐ろしく短期であったと高く評価しており、晩年、セントヘレナ島でも彼のことを解雇している。さらに遺産から彼の息子か孫に10万フランを払う様、遺言を残してもいる。以後、デュゴミエは、東部ピレネー軍の司令官に任命され、 アントニオ・リカードリカーを指揮するスペイン軍に占領された領土奪還の命を受ける。彼はそこでまず絶え間なくスペイン軍の襲撃を受け成果を上げることなく弱体化していた軍を再編成した。優れた戦略と敵軍の最高司令官が病気により相次いで死亡するという幸運に恵まれスペイン軍をフランス国内から追い払うことに成功する。デュゴミエは 1794年9月17日、5月7日から包囲を続けていたベルガーデュトリデを取り戻した。9月22日には大胆不的な攻撃によってコストージュトリデと軍営地を奪い敵を配送させて多くの装備品や軍事物資を得た。11月18日にはカタルーニャでブラックマウンテンの戦いに臨んだが、 デュゴミエはこの戦いの最中に、九方から放たれた榴弾を喰らい、戦死してしまう。しかし、戦いには、フランス軍が勝利を収め、東部ピレネー軍は、ペリニョン将軍によって引き継がれた。死後、デュゴミエの遺体は、ペルピニャンに葬られた。さらに彼の名は、バンテオンに刻まれている。ペルピニャンには、現在彼を叩いた,たピラミッド状の記念碑が、建てられている。 ありがとうございます。